こんばんは、こんにちは。今日は友達が来ていて、その子に一緒にここ来ようって言ってきました。先あ、今から食べたい。食べます、ね、なのでその子も東北の子なので、福島のラーメン食べたいしっていうので喜多方ラーメンを食べに行きました。ハロー。みなさん、今日から来て、はい、結構距離かかるでしょ。そうですね、1時間くらいかな。ああ、大変ね。ちょっと遠いですからね。マジで美味しいよ、唐揚げ。久しぶり。映ってる。映っても大丈夫。ちょっと売らない方がいい。禁止。禁止。今日はなしです。誰だっけ？ホリエモン的なああいう、はい、どうぞの社長。どうぞの前澤さんだっけ？元社長。うん、もう見るもんね、めっちゃ。しかもやっぱ芸能人のやつって面白いのがさ、撮影とかはプロがちゃんとやってるからさ、やっぱ綺麗なんだよね、動物が綺麗で当たり前だし、音質が良かったり、こう素人が頑張ってるのがやっぱ全然レベルが違うから。カジサックっていうお笑い芸人のあの人だよね、梶原さん。そうそうそう、そういう感じで。あと毎日ね、毎日ね、どういう内容だったカジサック今日、うん、あれ誰、あ、水たまりボンドとコラボ、すごい150万人記念した。うん、150万いったんだもん。154かな、3かな。すごいな。すごいよね。まだ始めてね、1年くらいの気がするけど、今徐々に伸びて、今2万3000人まで来て、やっぱね、伸び止まって、こう来て止まって、なかなか前までの伸びではないから、ちょっとモチベーション保つのかな。見る人も、増えたのかな。ね、やる人も増えたし、そう、やる人が増えて、あ、シェシェ、あ、もう食べれないよ。もう食べれない、うん、おいしく食べれる量だ、これは。ありがとう。ラーメンは次回ですね。そうな、とりあえずご紹介できてよかった。線ではなかなか多分いいスナック。150元ぐらいからあるから、ラー油と醤油、うん、ペッパー最後に、だけ教えてください。どうかな、おいしい、おいしい。ONG です。久しぶりです。有名の方なので、前は出演してくれてありがとうございました。
あの動画本当バズりすぎてさ、もうなんか俺が出るよりみんなが出てくれた方が、今もあの社長さんというかラーパンとは連絡取っててさ、やっぱりいい人だわ。あの動画、始まった。今日はあの美濃屋の僕の大好きな唐揚げと餃子いただきたいと思います。本当にありがとうちょっとマヨネーズをつけていただきます。本当ここの唐揚げ食べたら日本に帰ってきたみたいな味で、もう毎月来てます。餃子もいただきます。なんか恥ずかしいな。いただきます。ジューシー、ブラックペッパーの味が効いてて、めっちゃ食べ応えあります。今日はあのビールは飲めないので、これはリンゴを敷いたアップルサイダーです。なんかビールよりこっちの方が美味しいじゃん。結構ね、中身は詰まってる。すごい スマホとこれだけの顔が入ったのラーメン、すごい醤油ラーメン。なんかいいね。仕方がなくて。食べて。肉いっぱい食べて。じゃあいいよ。どうぞ。自分でやった。あ、OK、OK。あ、もうこのスープの匂いからもう。ね、もういいわ、もう美味しい、常連さんもいるみたい、いつもありがとう。ここ通いたくなるよ。これ一応あった。あるあ、オッケー。スープからどうぞ。あ、温かい味、あのお袋の味ってやつ。懐かしいの、なんか投げてくるぜ。いや、美味しいね。あ、おつママ、シェシェ聞こえてない。シェシェ、美味しいです。相変わらず美味しいです。食べたことある？うん、先月も食べた。めっちゃ来てる。月1かな。もっと近かったらもっと来てる。本当美味しい。体が喜んでる。大食い動画も大好きだから。見るんだね。めっちゃ見るよ。それをやっぱ見て自分もできたらなとある。それが何、誰見るかな。腹ペコツインズが最近見た。腹ペコツインズ、私は大会とかに、ね、大会、フードファイト、昔だったらジャイアントシルトさんとか。ジャイアントシルト、ああいう大
早い早いクールドファイトみたいになってうん昔やる福岡だから豚骨ラーメンばっかだからさ あんまり醤油ラーメンとか食べないから食べない食べない頑張るよ味噌かな味噌と煮干しああいいね、うん、どうしよう鬼煮干しみたいな、なんかもうドロドロ、うん、青森いいな一回しか行ったことないから